こんにちはって。あれ、受付の人が？おや、お嬢ちゃんたち。何か依頼でもあるのかい？あ、受付のジャンは2階で客と打ち合わせ中なんだ。困ったことがあるなら私が代わりに聞くけど。客じゃないんだけど。ん？その紋章なんだ、同業者じゃないか。私の名はカルナ。このルーアン支部に所属してる。見かけない顔だけど新人かい？うん、私は準遊劇士のエッセル。同じく準遊劇士のヨシアです。よろしくお願いします。エステルとヨシオ。そうか、あんたたちがロレントから来た新人だね。ボスじゃシェラザードと大活躍したそうじゃないか。それほどでもないけど。僕たちが来ることをご存知だったんですか？ああ、ジャンのやつが有望な新人が来るって言ってたからね。しかし転属手続きをするなら彼の用事が終わらないとダメだね。しばらく町の見物でもして時間を潰してきたらどうだい？そうですね、ただ待っているだけもなんですし。私も賛成。あ、そうだね、よかったらもう少し付き合ってくれないかな。せっかく知り合いになれたのにここでお別れももったいないし。あ、喜んで。お邪魔じゃなかったらぜひご一緒させてください。やった、決まりだね。それじゃあ僕たちルーアン見物に行ってきます。しばらくしたらまた来るわね。ああ、楽しんでおいで。転属手続きをするならジャンがしばらく町の見物でもして。うわー、これがラングランド大橋か。やっぱり大きいわね。ベルテ橋の倍くらいはありそう。この橋が作られたのは40年ほど前のことだそうです。それまでは渡し船を使って両岸を行き来してたんですって。え、どうして橋を作らなかったの？このルビーヌ川は海と湖を結ぶ唯一の川だからね。湖畔にある王都に向かう船が通れないと困るからじゃないかな。はい、ご明察です。50年前の動力革命によってこれほど大規模な羽根橋を建造することが可能になったそうです。なるほど、オーブメント様々ってわけね。しかしそれは実際に跳ね上がるところを見てみたいな。羽根橋が上げられるのは日に3回と決められています。今からだったら夕方には見られると思いますよ。よし、それは絶対に見逃さないようにしないと。だね。
そちらはアイナ街道への出口ですよ。町の中に戻りましょうか。なんか大きな建物がいっぱい並んでるわね。ここは倉庫区画ですね。外国から運ばれた荷などが保管されているんです。でも少し寂しい場所ね。飛行船が普及してから水の上に浮かぶだけの船は少なくなりましたから、昔と比べると荷下ろしの量も減ってしまったそうです。そうなんだ。使われていない倉庫もありそうだね。
どうしてこんな場所に若い女の子たちが。やいやい、ここは立ち入り禁止だ。てめえらみたいなガキどもが入っていい場所じゃねえんだよ。いや、別に入りたいなんて一言も言ってないんだけど。ところでお兄さん、なんでそんなに緊張しちゃってるわけ？やっぱり緊張してるように見える？じゃなくて、とにかくここは立ち入り禁止だ。とっとと向こうに行っちまえ。これはそっとしておいてあげた方が良さそうだね。格好も妙だし、一体どういう人なのかしら。待ちな、嬢ちゃんたち。え、私たち？おっと、こりゃ確かに当たりみたいだな。珍しく女の声が聞こえてきたかと思えば。あの、何かご用でしょうか？さっきから心をぶらついてるからさ、暇なんだったら俺たちと遊ばないかなって。何よ、今時ナンパ？悪いけど、私たちルーアン見物の最中なの。他を当たってくれない？お、その強気な態度、俺ちょっとタイプかも。見物がしたいんだったら俺たちが案内してやろうじゃねえか。そんな生っちろい小僧なんか放っといて、俺たちと楽しもうぜ。ちょっと、何が生っちろい小僧よ。あんたたちみたいなド素人、タマになってもヨシアには。いいよエステル、別に気にしてないから。君が怒っても仕方ないだろ。でも。何この僕、余裕かましてくれてんじゃん。ムカつくガキだぜ、冗談二人とイチャつきやがって。世間の厳しさってやつを教えてやる必要がありそうだね。ちょっと、やめてください。僕の態度が気に入らなかったら謝りますけど、彼女たちに手を出したら手加減しませんよ。なんだこいつ。はったりだ、はったり。女の前でカッコつけたくなる気持ちもわかるけどな、あんまり無理をしすぎると大怪我をすることになるぜ。お前たち何をしているんだ。うるせえやつが来やがったな。お前たちは懲りもせずまた騒動を起こしたりして、いい歳をして恥ずかしいとは思わないのか。うるせえ、てめえの知ったことかよ。市長の腰巾着が。なんだと？おや、呼んだかね。誰も？誰なのかな。すごく威厳ありそうな人だけど。ルーアン市長のダルモア氏です。お若い方は秘書をされているギルバートさんと言ったかしら。このルーアンは自由と伝統の町だ。君たちの服装や言動についてとやかく文句を言うつもりはない。しかし他人に、しかも旅行客に迷惑をかけるというなら話は別だ。うるせえや、この貴族崩れの金満市長が。てめえに説教される覚えはねえ。
無礼な口を聞くんじゃない。いい加減にしないとまた遊撃士協会に通報するぞ。何かというと遊撃士かよ。ちった自分の力で何とかするつもりはないわけ。たとえ通報されたとしても奴らが来るまで時間がある。とりあえず人暴れしてからとんずらしたっていいんだぜ。悪いんだけど、通報するまでもなくすでにここにいたりして。何？この後に及んでこの紋章に気づかないなんてね。あんたたち目が悪いんじゃない？それは遊撃士のバッジ。じゃあこっちの小僧も。そういうことになりますね。どうすんだ。まさかこんなガキどもが遊撃士なんて。なに、構うもんか。遊撃士とはいえただの女子供じゃねえか。バカ野郎、見かけで判断するんじゃねえ。ついこの間三人がかりで女遊撃士と戦ってのされちまったのを忘れたか。それに何と言ってもあの人と同じなんだぞ。今日のところは見逃してやら。今度会ったらただじゃおかねえ。あばよ。なんていうかめちゃめちゃ陳腐な捨て台詞ね。ま、ああいうのがお約束なんじゃないのかな。すまなかったね君たち、町の者が迷惑をかけてしまった。申し遅れたが、私はルーアン市の市長を務めているダルモアという。こちらは私の市長を務めてくれているギルバート君だ。よろしく。君たちは遊撃士だそうだね。あ、ロレント地方から来た遊撃士のエステルって言います。同じくヨシアと言います。そういえば受付のジャン君が有望な新人が来るようなことを言っていたが、ひょっとして君たちのことかね。有望かどうかはわからないけど、しばらくルーアン地方で働かせてもらおうと思っています。それは助かるよ。今いろいろと大変な時期でね、君たちの力を借りることがあるかもしれないから、その時はよろしく頼むよ。大変な時期ですか。まあ詳しい話はジャン君から聞いてくれたまえ。ところでそちらのお嬢さんは王立学園の生徒のようだが。はい、王立学園2年生のクローゼリンツと申します。お初にお目にかかります。そうか、コリンズ学園長とは懇意にさせてもらっているよ。そういえばギルバート君も王立学園の卒業生だったね。ええ、そうです。クローゼ君と言ったかい。君の噂はいろいろと聞いているよ。生徒会長のジル君と一緒に首席の座を争っているそうだね。優秀な後輩がいて僕も OB として鼻が高いよ。そんな、恐縮です。今度の学園祭は私も非常に楽しみにしている。どうか頑張ってくれたまえ。はい、精一杯頑張ります。うん、そ
それじゃあ私たちはこれで失礼するよ。先ほどの連中が迷惑をかけたら私のところまで連絡してくれたまえ。ルーアン市長としてしかるべき対応させていただこう。なんていうか、やたらと威厳がある人よね。確かに立ち振る舞いといい、市長としての貫禄は十分だね。ダルモア家といえばかつての大貴族の家柄ですから、貴族制が廃止されたとはいえ、いまだに上流階級の代表者と言われている方だそうです。へえ、なんか住む世界が違うわね。しかしそれにしても柄の悪い連中もいたもんね。そうですね、ちょっと驚いちゃいました。ごめんなさい、不用意な場所に案内してしまったみたいです。君が謝ることはないよ。ただわざわざ彼らを挑発に行くことはなさそうだね。倉庫区画の一番奥を溜まり場にしてるみたいだから、なるべく近づかないようにしよう。納得いかないけど仕方ないか。全くレイブンの連中にも困ったものだ。奴らを放っておいたら町の印象を悪くする恐れがあるな。おお、君たちか。先ほどの連中については市民からの苦情も相次いでいる。そのうちに何とかしないといけないな。